正をしないと間違った答えになってしまうことがあるそして正しいことは正しいあるいは間違っていることは間違っているこれをズバリ言わないと間違ったことがそのまま既成事実化されてしまう誰かが否定しない限りあるいは正しいことを言わない限りこれが間違った情報に塗り替えられてしまう今そんなことを我々はライブで見せつけられているんですその話題を産経新聞の記事より紹介します 自民細野氏テロリストを成功者にしてはならない旧統一教会被害者救済法作成にということで記事の冒頭を紹介します今国会の焦点である世界平和統一家庭連合旧統一教会の被害者救済に向けた法整備をめぐり自民党の細野剛志元環境大臣は新法制定に懐疑的な見方を示してきた8日細野氏にその真意について聞いてみた以下やり取りですこの冒頭のところ大切なんで紹介しておきます 新法制定を疑問視する理由はというインタビュアーの尋ねに安倍晋三元首相の銃撃事件は紛れもないテロだ参院選の街頭演説で政治家が撃たれ選挙という民主主義のプロセスが破壊されたにもかかわらず加害者の恨みを社会や政治が晴らしているような風潮には懸念を持つ私は旧統一教会と関係はないがテロリストの思惑を単調に立法を行うことは正しいのかつまりテロリストの思惑をきっかけとして立法法律を作ることは正しいのか 加害者を成功したテロリストにしてはならない。その通りでございます。細野豪志さん、あっぱれといったところです。テロリストが、えー、目的としていることは、安倍元総理を襲うことによって、旧統一教会への社会的な制裁、それは私的制裁、いわゆるリンチです。法による支配において、明確な容疑を持って旧統一教会を追い詰めるというか、告発する。ならばそれは、 その容疑があるならば大いにおやりなさいという立場。ところが、安倍元総理という、はっきり言うと関係のない人物を銃撃して、そしてその銃撃された安倍元総理をめぐる社会の破例賞をもって旧統一教会を叩き潰そうとしている、していた。それがテロリストの目的なんです。これはニュージーランドのアンダーア・アーダンソン首相が指摘していることで、テロリストには名前も与えてはならない。 議会においてニュージーランドでテロ事件が起こった時にテロリストの名前を呼ぶことはテロリストの自己実現というか、自己承認欲求を満たしてしまうことになりかねない。多分多分そういうことだと思いますよ。そういう細かな説明はしてないですけれど、よって名前すら与えない。まあ、そう言いました。私もそれに同意します。ただ今行われているのはそのまんまなんですよ。そのまんま。新法を作ること、それは 必要と、必要に応じてならば構わないんですが、これを否定してるんじゃないですが、本件、今回のきっかけにおいては、現行法で対処すべきだというのが細野豪志さんの主張です。えそんなやりとり紹介します。被害者救済にどう対応すべきかというインタビュアーに、気の毒な状況にある元信者の救済のため、政府や多くの国会議員が努力していることは理解する。だが、まずは現行法で対応すべきだろう。 宗教隠れ身のに子供に絶食をし、暴力を用いるのは明確な児童虐待。現行法で対応できることがやれ、やれなかったことは反省すべきだ。今も、今もって児童虐待というのは、これは児童相談所なり、警察の介入なり、いろいろな方法が打てるんですね。この宮城チャンネル各界、レギュラー放送の方では紹介しましたけれど、まあこれは輸血拒否の問題ですね。これをきっかけに、家庭裁判所はわずか半日。 申し立てからわずか半日で、親権、親の権利を停止して、子供の治療を優先させる。こうした判決も出ているんです。そして、消費者契約法、これは安倍元総理、安倍政権時代に改定したことによって、本人以外が訴えてやるということができるようになっている。そして、これは法治国家の限界であり、原則である。それは、訴求法はやってはならないということです。訴求法とは何か。過去に、浅は、過去に遡って、新日の罪を あれ新日新日新日置いといて。置いといて。何かの犯罪が起こった時、事件が起こった時に、その時点である法律でしか対応できないよってことなんです。それじゃあどうしても後手後手になるじゃないかって言うけど、これが法治国家の宿命なんです。仕組み上、それはどうにもできないんです。というか、この原則を揺らぎますとどうなりますかうーん、ある時ですよ。独裁医者的な。 総理大臣が出てきて気に入らないな <laughs> 気に入らないな立憲民主党とか共産党とか立憲民主党とか共産党とかあっけねうっかり言っちゃった <laughs> うっかり言っちゃったけどまあそれは CCC ということであいつら気に入らないから全員逮捕しちゃおうかえ、くよ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 というその政党を名指しで、えー、決勝の自由奪っちゃおうか憲法改正して奪っちゃおうか <laughs> よーしあい,つらあいつらもこの日本社会から 消えた。消えた。ちょっと嬉しい。でもダメ。そういうことがまかり通ってしまうのが訴求法なんですよ。ある時に権力を持った人間が過去に遡って、それを罪だとして裁く。もう絶対にやっちゃいけないことなんです。法治国家において。どういうことか、もう少し噛み砕いて言うと、サッカー、間もなく始まります。カタールワールドカップサッカーにおいて、ゴールって決められた瞬間、ゴールって決められた瞬間、 はいはい、ピピピピピピ。はい、ゴールポストはここです。ここ。ちょっとね、間違えた場所に置いちゃう。ちょっと後ろにずらします。後ろにずらして。はい。はい、ここまで後ろにずらしましたから。はい、まだノーゴール。ノーゴール。まだドバーンとゴール決められました。はい。ネットに当たった。ネットに当たったらアウトなんです。この地面じゃなきゃダメなんです。<laughs> <laughs> うんうん。白がこう言ってます。あ、ほか。ピッ。かようにこれはムービングゴールポストといって、本来決め、決まってるルールで、 競技って行うわけですよそれがゴールが決まった瞬間にルールを変えていくゴールポストを動かしていくそんなことをしたら社会が成り立たないんですだから訴求法はダメ当たり前のことを細野さんんはおっっしゃってるんですところがですねこれに絡みついているというかまあヤフーニュースに産経新聞の記事が転載されそれを引用する形であの旧統一教会問題を長年追いかけてるという弁護士の木藤正樹さんこんなツイートをしておりました。 統一教会の悲劇に目をつめるフィジュリエの権利に努力。失礼しました。心の声が漏れてしまいました。えー、重篤な被害を放置した側の政治家が、現行法で対応できることがやらなかったことは反省すべきと、現に生じた被害者の救済に汗かくでもなく他人事のように言うのは無責任。ということなんですが、いや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 、人をま正きさん、あなた弁護士ですよね。法律使って商売してるんですよね。訴求法をやれと言ってるんですかいやいや、ここがですね、 いわゆる保守とは言いません。常識。常識を備えている人間のウィークポイントなんですよ。無茶苦茶を言われても、こちらとしては相手の言い分も一応耳にしなければいけない。聞かなければならない。聞いた上で反論しなければならないので、紀藤正樹さんが訴求法を求めるという主張を、をは、それは紀藤正樹という人間の個人の感想です。個人の感想です。 とまあ、からかう間違えた間違えました。えっと一応それでは認めなければいけないんですよ。なので、私これ木戸正樹弁護士がこれを主張するんであれば、訴求法についてどのようにお考えになっているのか、過去に遡って、えー、処分を下すことあるいは対応すること。それを良しとしているのか、まずそこから議論をやっていかなければならないと考えております。ただ、この木戸正樹弁護士というとですね。名うての阿部川のお一人ということが、ネットの方で噂されております。 そんな噂のツイートを椿事,さん椿,椿,椿事件さんのツイートより紹介しておきますー。あ、失礼しました。私の心の声がまた出てしまいました。しかし、国家機関である首相官邸の LINE で,で、国民に向けてあえて告知するのは明らかな政教分離違反ではないか。 安倍首相とその側近の憲法感覚の欠如いや、はなから原稿憲法を守る気がないのではないか <laughs>、うんうんうん。白が、白がこう言ってます。お前には言われたくないと思うぞ。<laughs> 訴求法という法治国家の原則を無視していて憲法かと言われてもこれカタルーに落ちるって話です。そしてそのカタルーに落ちると言いますと、昨日も紹介しましたが、こちら。 えー、黒、家庭連合2世さんというんで、旧統一協会の信者さんかなと思われるアカウントより紹介します。有田義夫さん、えー、前川慶さんのセッション動画見てたら、安倍さんが亡くなったことに関して、えー、前川慶さん、元文部科学次官の前川慶さんが、気の毒だと思ったけど、悲しいとは思わなかった。というお話をされると、会場がドッカーンと笑いに受けて、拍手まで怒っていた。そして、五十嵐恵里、東京都議会議員が、 笑った後に意味不明のコメント。あの漫画家の件と同じ空気を感じました。でかした。石坂圭誰だろう誰だろうまあそんな感じなのかなって気がするんですが、こちらの発言、私実際のこの動画を見ましたところ、政治的に裁きを受けるべきだった。まああなったことはね、あの、良しとはしないけれど、政治的に裁きを受けるべきだった。どういう意味なんですかね、政治的に裁きを受けるっていうのは。 政治的な裁きというものも、これまた法治国家においては、ちょっと私確認できないんです。裁きと言いますと、お知らせというか裁判所、司法が判断することです。五十嵐恵里議員、明確な容疑があるならおっしゃってください。えー、そして訴え出てください。東京都の条例でもいいですよ。武蔵野市選出なんですかね。五十嵐恵里、東京都議会議員。まあ、ビーチさんは一応今詩人なんでね、ともかくとして。私都民なんですよ、こう見えて。 東京都の税金がですね、皆様方の活動費に使っていただいております。ありがたいことでございます。ただ、法治国家にない政治的な裁きなるもの、それを明確にしていただかないと、税金の使い道として果たして正しいのか、その疑問で私考えちゃうと夜も眠れなくなっちゃう。そんな感じでございます。ただ、この手の いわゆる反論できない相手を攻撃するネットスラングでいう死体蹴り各所で行われております。これもまあ昨日ちょっと触れたところなんですけれど、こちら、ドン。桃太郎プラスさん。この方、安倍がアカウントかなと思われます。ドラマ内で安倍元総理のアンダーコントロール発言、映像をそのまま使ったことで話題になっている長澤まさみさん主演のエールピス。これはフジテレビ系の月曜日夜10時から放送しているこの秋のドラマです。 えー、テレビオンエア時の内容はということで、このアンダーコントロールを当てこするかのような映像を使っております。これは真実を伝えられなかった人気女子アナ時代という設定の思い出すシーンでのワンカットです。特段こんなものをわざわざ用意する必要はないんですが、こうしたカットを使って伝えている。そしてこの脚本を書いていた人が、えー、渡辺綾さん、人気脚本家さんのようです。その方が、 現代イズメディアの方を今紹介しておりますけど、これはフラウというおしゃれさん、シャレオツさん系の雑誌ですかね。そちらに乗っかっておりましたインタビュー記事です。政権に対して萎縮する空気がテレビ局にあった。えということで、脚本家さん、お恥ずかしい話ですが、もともと私は政治に全く興味がなくて、ほとんど選挙にも行かないようないわゆる意識の低い人だったんです。 だけど2013年に特定秘密保護法が強行採決によって成立した頃から、そんな私ですらさすがにおかしいと思うようなことが増えてきて,て、それなのにメディアがそれを全然報道しないことが気になっていました。まこんなところにしときますかね。特定秘密保護法に関しては、ギャースか、ギャースか。居酒屋さんで仲間と飲んでたら、少年野球のチームのパパさんママさんが、PTA が逮捕されちゃうあほか そんな話をしていた。で、これニュースやワイドショー、フルボッコレベルで、番組の総力を上げて、いや、テレビ局の総力を上げて、特定秘密保護法、さらには安保法制など、いかんあかんとやっておりました。まあ、そんなことをご存じない脚本家の方が、こうした原稿を書かれているということでございます。ただですね、先ほどのフラウという雑誌も、まあ、日刊ヒュンダイ、あ、間違えた、えー、っと、日刊現代、朝日新聞、テレ朝などなど、 共謀罪だとか特定秘密保護法がとかって、スパイ防止、スパイ防止法必要だと思うんですけどね。まあ、それでギャスかギャスか大騒ぎしている。ところが、そのギャスかギャスか大騒ぎしている流れにも今、若干の変化の兆しが見えるという記事。こちらは、マネーボイスの、ネット媒体マネーボイスの見出しより紹介します。ドン。ツイッター大量解雇で図らずも露見したトレンド操作疑惑ーー。 左翼系一層で快適との声も広告の離れによる存続の機会も進行中。えー、もう皆さんお気づきですよね。<laughs> これは公開情報です。というかツイッターの方のトレンドの変化が確認されております。いわゆるお左翼系というよりも踏み込んでいますとアベガンの皆さんのツイートあるいは記事が消えた、消えたとなっております。先ほど長澤まさみさん主演関西テレビ制作フジテレビが全国配信しておりますエルピス。 このドラマの脚本家のインタビューのインタビュー記事を出していたフラウこれもですねおしゃれシャレオツな記事ならばともかく「安倍かー」とかいう政治的な政治的な意図をにわせないあに,おにおわせてるんですけどにわせまくっている記事に関しては私のツイッターのタイムラインもう年がら年中に載っておりましたフラウっていうんでもうファッション系かなシャレオツかな私はあんまり興味ないんで興味ない情報ほどを見てみることにするんですよ自分の知らない世界なんで。 で、見に行くと、アベガーなんですね。またかよと思ってたんですが、最近、このフラウの記事、日刊ヒュンダイも、朝日新聞も、テレビ朝日も、私のタイムラインから、トレンドから、消た、た、消えたやったーまあ、かりにですね、いろいろと色付き、色付きのツイートなんかもありましたが、この色付きがだいぶこうね、正されてきている。そして一方で、細野豪志さんのように正しいことを言っている、 まあこれは私は正しいと思ってます正しいと思っていることに対してそれに対して違う意見を言う紀藤正樹弁護士訴求法を求めるかの紀藤正樹弁護士私は紀藤正樹弁護士に同意しませんがしかしみんな違ってみんな良いみんな違ってみんな良いまあこれが多様性でございます今まさにツイッターというものはネットというのは多様な多様な言論の空間になりつつあるのかなという気がしている今日この頃でございます